だってこれあげるっていうのはやるってことですから。そうだね。そうそう、やるってことは林さんも来るってことです。かっこいい。なるほど。いや確かに今回やってみてさ、もう回してるっすね。もう回してるっすね。直美ちゃんが怖いっすよね。これあの特有カンパニーがあの健全でいられる理由っていう。じゃあキヨちゃんでさ企画してもらってさ、なんかこういうのやってほしいってなんかあります？すごい振られた。すごい振られた。あれ俺なんかズラ外そうかなって思ってた時に振られたみたいな。いや振られてます。ちょっとお時間いただいていいですか？ちょっとなるほど。無理に無理にちょっと答え言わない。先生食べてないでさ。でも一つは、はい、あの、はい、時計ナンパにいて何っていう、はい、何ってえなんだろうなって思う機会は、はい、あのあった方が不定期に、はい、なんかこう流動的な流れができるんじゃないかなっていうのはありますよね。はい、なるほど。それはあの隣にいるあの山崎さんがその透明性、はい、時計カンパニーに透明性って言っていただいて、透明性をより透明性に保つために、はい、中原先生も言ってたじゃないですか、はい、その魚を飼うって言った時に、はい、魚を飼うんじゃなくて水を飼うっていう、はい、水を飼うっていうためには水をきれいにしなきゃいけない。時計、はい、カンパニーがきれいにいるためには水を買い替えなきゃいけないと思うんで、時計、はい、カンパニーって何っていうのを、はい、まあでまあ、なんかこうやってったりとか、はい、形を変えてったりっていうのは、はい、うん、ありなんじゃないかなと思ってます。じゃあ大前健一先生に聞いてみますか。はい。先生どうしたそれは。あのね、例えば否定してください。まず確かに、いや酔っ払ってる。まあもう流れには従う。例えばさっきの話になった、はい、東京印象館の社長なんかはね、はい、Facebook で非常に濃い彼の仲間なんかは、例えばギャファーの翻訳者なんかもいるんですよ。で、新潮社の非常に古参の編集者も仲間なんですよ。例えば彼なんか引っ張り込んで、町田屋旅館にみんな一泊してなんか合宿みたいなことを企画してね、はい、で東京印象館の工場見学なんかを絡めれば、はい、そいつらみんな来ますよ。実はね、前に工場見学の時そのメンバーみんな来たんですよ。あ、そうですね。だからちょっと、はい、工夫すれば、はい、いくらでも人材を集められるし、なるほど。で、時はっていうところをもっと知らしめることができる。はい、方法はいくらでもある。僕も思いつきました。来たよ、やっと来たよ。はい、どうぞ。はい、やっと来た。これまあすごいやっぱり、はい、やっぱり百聞は一見にしてください。やっぱりさ、はい、来るしかないですね。おー、来ないって本当わからないんで、はい、ずるい。ずるいじゃん。ずるいじゃん。やっぱこの雰囲気ってのは、はい、ここで伝えてば、はい、意外とわからないんで、あー、なるほど。俺もそれ言いてんもん。あ、ことですけど皆さん、はい、一回来てください。なるほど。はい、私から以上です。わかりました。おい。あ、じゃあ締めに。はい。あの、林真理に。はい。時は頑張りなやつです。誰にも似てなかったです。でも結局はやるかやらないかだけだから、はい、キヨさんが言う通りでやる人はやるが一番大事だし、で、はい、前やって失敗したらどうするのって話があったと思うんですけど、でも失敗したら修正してくれる仲間がいる場所があるのであれば、はい、いいのかなと。なるほど。って思いました。なるほど。時間がやっぱり大事です。それは。ありがとうございます。